うちの上司は見た目がいい。つ。今夜は仕事の後、我が社の創業記念パーティーとかで。安西先輩、今4時ですけど、今日どの辺まで進めます？ああ、そうね。俺らもそろそろ準備するか。社員は1日、気もそぞろです。みんな、お待たせ。この人は俺の上司、我が社の若きエリート、制作部早見部長。着替えてきたよ。一言で言ってとにかく見た目がいい。ああ、タキシード。早見部長、かっこいいです。ありがとう。今更ながらこの人なんで普通の会社員やってんの？安西とマシューもそろそろ着替えておいで。はあ、そうっすね。ん？今年もまたあの格好すんのか。はい、お待たせ。なに、どこかおかしい？黙っちゃって。いや、とても青山さん素敵です。すごく素敵だよ。海さん綺麗。いや、びっくりだな。めっちゃ似合ってますよ。ありがとう。早見部長もタキシードがとてもよくお似合いです。ありがとう。そしてついに俺も着替えることに。苦しい。いや、安西かっこいいな。よく似合ってるよ。最高だ。わあ、マシュかわいい。外国の男の子みたい。ありがとうございます。でもあの、マシュじゃなくてマサチカですって何度言えば。早見部長、俺やっぱりやだ。苦しいし足痛い。先輩。安西、パーティーなんか行きたくねえ。残って仕事してた方がマシ。安西、俺は安西がいないと寂しいよ。俺とお前は同じチームの仲間だろ。早見部長、俺のことそんなに。お、もうしょうがないな。わかりました、行きますよ。わかってくれたか。おお、車回してきますね。マーシュ、行くぜ。はい、先輩。よろしく。ちょろすぎる。それで部長はどうなんですか？早見部長はこの格好どう思われますか？私、おかしくないですか？どうって、どういうこと？こんなに完璧なのに、おかしいわけないんだけど。今夜の君はとても綺麗だ。いつも素敵だけど、ドレス姿もすごく似合ってる。僕は魅力的だと思うな。ああ、もう、はいはい。あ、安西たちからだ。もう下で待ってるって。あ、それでさっきの話だけど。もう結構です。え？もう大丈夫です。じゃあ、行きますか。いざ、パーティー会場へ。今日は我がグッドコミュニケーションカンパニーの創業記念パーティーが催されています。うちの上司は見た目がいいので、どこにいても目立ちます。マシュ、食べないの？重いよこれ。先輩見てるとなんかホッとしますね。え、照れるじゃん。どうした急に。早見部長、めっちゃ青山さん見てますね。今日は特にだな。あ、部長、ワインこぼしてます。あっと、すぐ拭いた方が。私が。あ、いや大丈夫。いえ、私が。青山さん、ワインはいかがですか？いえ、今は結構で。いただきます。あ、そう。ふん。あ、すいま。
危ない。おお。大丈夫？はい、ありがとうございます。あまり心配させないで。おっと、失礼。別にいいのに。何？何がいいの？何でもありません。何もよくありません。ん？ん？ほら、あちらで女の子たち待ってますよ。いや、ちょっと待って。僕は青山さんといたいんだけど。好きにしたらいいんじゃないですか？うん、じゃあそうしよう。右肩が熱い。酔いが回ったかな、私としたことが。これはなかなか大変そうだぜ。ん？タッパがあるから入るわね。えー、うん、いいね。